こんにちは、まるです。今回は袖の作り方を説明したいと思います。まず最初に使うものを紹介していきたいと思います。今までと同じくアトリエトワインさんで購入したアンシル、こちらの糸を使っていきたいと思います。そして今までは、輪針を使っていたんですけども、今回は4本針を使って編んでいきたいと思います。で、わかりやすくするためにこのマーカーを3つ用意したいと思います。で、ここに12目16目16目って書いてあるのが、作り目を44目プラス1目、このプラス1目っていうのは輪にするときに伏せ目をして輪にするので、ここに作り目をするときだけプラス1目と書いています。で、2目ゴム編みなので4で割り切れる数で、自分の、手の長さだったり太さに合わせて自分で調節しながら編んでもらえたらなと思います。なのでこれは私の場合なんですけども、まずこの輪にするときに12目16目16目に分けたいと思います。それで、このなんで色分けをしたかというと、ちょっと飛ぶんですけども、1段につき1目増し目をする。で、これを44段繰り返して最終88目にするって書いてるんですけども、こう4本針で輪にするときはこのように三角形ですね、三角形で輪にします。で、それぞれにこの色がついている、ピンク、黄色、水色っていう風に色を分けておけば、こう増し目をね、同じところだけでするより分散させて、ちょっと落ちてしまったんですけども、一箇所で増し目をし続けるより分散させて増し目をする方が綺麗に仕上がるので、そのために分かりやすいかなと思って今回色分けをしてみました。なのでピンクで増し目をしたら、次は水色のところで増し目をして、その次は黄色のところで増し目をしてっていう風に分散しながら増し目をしていただけたらと思います。で、このピンクの中でも最初この辺で増し目したから、次こっちの端で増し目してとか、真ん中で増し目してとかいう風に、うまく全体的にこの輪の中で分散しながら増し目を44段繰り返してもらえたらなという風に思います。なので今回12目16目16目で、こういう風に色を分けさせてもらいました。では早速編んでいきたいと思います。まず作り目は44目なんですが、プラス1目ということで、まず糸処理をする分だけ残しておきます。で、作り目をして、ここから
45目。ここに1目あるのでこれを入れて45目編みます。1。今回も編み進める作り目のやり方をしたいと思います。2、3、4、5。40、41、42、43、44、45。はい、これで45目作り目が編めました。ここから12目、16目、16目に分けながら2目ゴム編みにしていきたいと思います。1、2で次裏ですね。3、4次表、5、6次裏、7、8次表、9、10次裏、11、12。まず最初の12目が編めました。で次の針を取ります。次の針には16目、2目ゴム編みで編んでいきます。1、2、次裏、3、4、表、5、6、裏、7、8、表、9、10、裏、11、12、表、13、14、裏、15、16。2本目に16目、2目ゴム編みで編めました。そして次の新しい編み針を出してきます。次にも16目、2目ゴム編みで編んでいきます。でこの時にこのその前に編んだ針を上にしてこのような形、こういう順番にしてると邪魔にならずに編めます。1、2、裏、3、4、表、5、6、裏、7、8、表、9、10、裏、11、12、表、13、14、15、16。で一目余ります。でこれは輪にするときに伏せ目をする目になるので編まなくて大丈夫です。そしてねじれないように注意をしながらこのように編んだのが内側になるようにしていたら大丈夫かと思います。まず最初の一目だけ
このまま、これで、この棒のまま編んでしまいます。で、最初に、編んだその前の目、最後編まなかった目をかぶします。これで輪になりました。でこの目をちょっとめんどくさいんですが新しい編み針に入れ替えます。これで編んでいきます。5センチになるまで編んでいきます。表表裏裏表表裏裏表表裏裏これが12目なので、最初言ってたここのピンクの部分に当たります。まあ今は別に印はいらないんですけど、とりあえず説明のためだけにつけておくので、皆さんは別につけておかなくて大丈夫です。ここの棒から始まったよっていうのが分かれば大丈夫です。でここから2目ゴム編みを編んでいきます。まず最初は5センチになるまで2目ゴム編みを繰り返します。今16目編めました。で次3本目の針でまた16目編みます。これで16目編めました。でそれと同時にこれでこの印の針の手前のところまで編めたので、これで1周編めたことになります。でこれを下からこの端から測って5センチになるまで続けていきます。最初はねこの針がカチャカチャ動くので編みにくいかと思うんですけども、この編み終えた針が上で、今から編む針が下で、次に編む針がまたその下っていうようになっていると、こういうふうに持つと、でここを持ちながらこういうふうに編むとわちゃわちゃならずに落ち着いて編めるかと思います。次も同じくこのように針を持つとわちゃわちゃせずに編めます。
これで5センチ編めました。続いて今ここまでできました。2目ゴム編みで5センチ編む、ここまでできました。続いてメリヤスで21センチ編む。で、この時に最初に5センチ編んであるので合計26センチに、端から測る方は端から26センチになるまで、メリヤス部分だけを測る方は21センチ、メリヤスで21センチ編んで合計で26センチになるまで編んでいきます。で、この時に最初12目16目16目でこの棒に目がかかっていたんですが、増し目をする時にそうすると16目16目のところだけすごく多くなっちゃうので14目15目15目に分けていきたいと思います。まずここから14目表編みをしていきます。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12。13 14、これで1つ目の針が14目になりました。で、次2本目の針に1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15、2本目の針が15目になりました。続いて3本目の針、こちらは1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15、これで14目15目15目になりました。で、ここからですね、ここから測って21センチ、ここから測る人は26センチになるまでひたすら表編みを編んでいきます。これで1周編めました。このような感じで2目ゴム編み、ここからがメリヤスというふうに模様が分かれていきます。これをメリヤス部分だけで21センチになるまで編んでいってください。はい、これでメリヤス部分21センチ、一番最初のところから測って26センチのところまで編めました。そうすると最初言ってたように、ここが編み始めの棒です。で、わかりやすいようにこの棒自体にかけてもらってもいいですし、編み地にマーカーをつけてもらっても構いません。
とにかくこのように3面ともにマーカーをつけました。で、一番始まりのマーカーがどこだったかだけ覚えておいてください。で、今からこの3つの棒で一周なんですけども、まずピンクの1本目の針で増し目をして、そしてブルーイエローと一周編みます。で、次2段目はピンクを普通に編んで、次ブルーで増し目をします。そしてイエローを普通で編んで2周目、次3周目がピンク、ブルーと普通に編んでイエローで増し目をします。ここにもピンク、ブルー、イエローと書きました。で、これを44段繰り返してほしいので、1、2、3、4、5、6、43、44と、こういう感じで44段で最終88目まで増やしていきます。今からこのように、まず1段目はピンクで、青と黄色は普通に編んで、次2段目ピンクは普通に編んで、ブルーで増し目、イエローは普通に編む。で、3段目はピンク、ブルーは普通に編んで、イエローで増し目をする。これを繰り返して44段やっていきたいと思います。では編んでいきたいと思います。このピンクの針の中でも分散しながら編んでいただけたらと思います。はい、わかりやすいように1段目は真ん中ら辺で増し目をしたいと思います。まず普通に編んで、私の場合はなんですけど、こう後ろからこの糸をこういう風にすくってそのまま編むやり方が私は一番やりやすいので、この増し目のやり方をやっています。やりやすい増し目のやり方でいいと思います。で、次のブルーは増し目なしで、そのまま増減なしで編んでいきます。次のイエローも増減なしでそのまま編んでいきます。これで1段目が編めました。続いて2段目になります。1段目ではピンクで増し目をしたので、2段目はブルーで増し目をしたいので、ピンクは今回は増し目はなしで増減なしで編んでいきます。
続いてブルー、ブルーも一目増し目をします。で、ブルーで増し目をしたので、イエローは増減なしで編んでいきます。これで2段目が編めました。続いて3段目。3段目はイエローで増し目をしたいので、ピンクはそのまま増減なしで編んでいきます。続いてブルー。ブルーも増減なしで編んでいきます。はい、続いてイエローになりました。3段目なのでイエローの面で増し目をしたいと思います。ここで増し目をします。この増し目のやり方は編み出し増し目とかでも大丈夫です。お好きなやり方でやっていただければと思います。はい、これで3段目ができました。続いて4段目は増し目がピンクに戻ってきます。で、最初にここで増し目をしたので、ちょっと増し目を分散させたいので、このピンクの中でも場所をずらしたいと思います。なので、この最初の右側で今回は増し目をしたいと思います。で、ピンクで増し目を一目したので、ブルーとイエローは増減なしになります。はい、これで4段目ができました。で、このように一周する輪の中で目を分散させていきながら44段一周するときに一箇所どこかで増し目をするという感じで44段編んでいってください。はい、今1段につき一目ずつ増し目をしてきて44段編めました。ちょっと全体が映らなくなったんですが、こういった感じでこう片側になるにつれて目数が増えていっています。で、ピンク、ブルー、イエローというふうにこのところで増し目をしてきました。44段編めたということは44目増えたということになるので、最初の作り目が44目だったので今88目になったことになります。で、今私がこのゴム編みの一番最初のゴム編み
ここの部分からで、こう長さを測ったら 42.5 センチでした。で、それぞれこう編み癖とか使う糸とかにもよって長さとかが変わってくると思うんですけども、とりあえず44段編めたら増し目はもうしなくて大丈夫なので、ここからは増減なしでずーっとぐるぐるっと編んでいって、最終56センチになるまで編んでいってください。なので、ここからはもう増し目がないので、気楽にずーっとぐるぐると56センチになるまでひたすら表編みを編んでいってください。針にかかってる目数がどうしても多くなってきてしまうので、ちょっとこのままやと編みにくいなって感じる方は輪針とかに変えてもらっても大丈夫ですし、このまま編んでもらってももちろん構いません。で、私は一応コードが短いやつを持っているので、こちらで今からはぐるぐるっと編んでいきたいなと思います。で、このピンクのところが編み始めのところだったので、このマーカーをここが編み始めだよっていうのが分かるようにここに入れておきます。で、輪針に目が全部移りました。こんな感じです。でもマーカーはブルーとイエローのマーカーはいらないので外しておきます。で、このままひたすら編んでいきます。ここから測って56センチまで編めました。で、56センチまで編めたら伏せ止めをしていきます。で、もうここのマーカーはいらないので外しておきます。伏せ止めは、表編みを1回編んで、次の目も表編みを編みます。そして一番最初に編んだ表編みを、かぶせます。次からは表編みを1回、そして前の目をかぶせる。一目編んで目をかぶせる。一目編んで目をかぶせる。これを一周ぐるーっと繰り返していきます。そしたらこういう感じに
なっていきます。で、残りのこんだけの目を全部伏せ止めしていきたいと思います。次で最後です。はい、最後まで伏せれたら、剥ぎ合わせる分の糸を取っておきたいので、長く、だいぶ長めに糸を取っておいて、糸をカットします。で、そしたら糸は引き抜いておきます。はい、これで袖ができました。こんな感じになってます。で、同じものをもう一つ作っておいてください。これで袖の作り方の紹介を終わりたいと思います。この動画が良かったなと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。次回はいよいよ各パーツを剥ぎ合わせていきたいと思いますので、楽しみにアップを待っていただけたらなと思います。それでは最後まで見てくださってありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。